七地取扱いの里氏は、江戸時代の法令。関東軍隊の稲田ダーツが、江戸幕府に出した、七地の取扱いに関する、質問書に対して、その質問それぞれへの回答という形で、元六八年六月に出された覚書である。官営二十年三月に出された田畑、永代売買金止令により、農民が工作地を七入れすることは黙認しても七流れは、許さず。 年季が来るたびに証文を書き換えて、返済期限を延長するという方法によって、農地の所有権移動を防いできた。しかし、年月の経過とともに、質入り人、質取り人の死亡や、質取りした土地を、他のものに質入れする、また質、またまた質が行われるなど、土地の所有関係、退借関係が複雑になっていった。稲田ダーツの質問上は、農地の所有関係が、 複雑化した事例を12箇所条挙げて、それらに具体的にどのように対処するかという指示を感情書に仰ぐものであった。質問は、党で、これに対する感情書の回答は大まかに、田畑の七流れを認め、七取人を名受け人にする、田畑の七流れを認めず、質入り人の受け返し請求権を認め、質入り人を名受け人とするの二つに分かれる。 その判断の分かれ目は、契約証文の内容次第で、証文の文言通りにすること、また、質の規定がないのに、また質をしたなら、無効、証文がない場合は、双方から事情聴取して決めるといった当事者同士で取り交わした契約を重視したものであった。従来は、年季を決めていない、 七流れを認めているといった幕府の方に違反した、証門はフラチ証門として契約そのものを無効とし、フラチ証門に礼印した名主、組頭も処罰されていた。しかし、七地取扱いの里氏では、七流れを認めるといった文言が、証門にあれば、それを認め、期限を決めず、借金を返済したら七入れした田畑を受け返すと、証門に記載されていれば何十年経っていようと、 田畑の受け返しを認めるというように、当事者間の相対取り決めが、幕府の方よりも優先されることとなった。これは七流れによる所有権の移転を実質的に認めるもので、田畑永代売買禁止令の事実上の無効化であった。江戸幕府の農業政策の180度の転換を意味する、この里氏は、封建的土地所有から近代的土地所有に移る起点を成したとされる。 幕府は、この時期100万国近くある、関東天領の総検知を行おうとしていたが、前日の土地の所有関係の複雑化によって、検知庁への名義人の記載をどうするかという問題が、発生していた。しかし、七地取扱いの里藤氏によって、土地所有関係を整理した、環状書は、原禄地法事課の準備作業とも言える検知に着手する。なお、 共放7年に発布された留置禁止令によって、農地の七流れが再び禁止されるが、大規模な一揆が発生するなど様々な混乱を引き起こすに至り、翌年には禁止令は撤回される。ABCD 日本財政経済資料3より、国史大辞典第6巻、892ページ、七地取り扱いの佐藤市の項、元六八年度11年、 天領全体の4分の1にあたる。ありがとうございます。